皆さんこんにちは。はい、こんにちは。3月24日日曜日、お昼12時10分を回りました。南部アワーのお時間、お相手の玉城ミーカーと、はい、しんちゃん津波真一ですよ。まあ、学生さんは春休みに突入してますね。もう小中高すごい。だからもういろんな焼肉屋さんとかなんかいっぱいしてるイメージがありますね。あ、こう春休み期間とか夏休みとかね。そうそう、確かに多分高校からは別なだから、はいはいはい、みんなでみたいな。そうそうそう。あとなんかね、うん、あの高校生ぐらいになるとクラス会みたいなものっていうのをやってませんでした？自分の時代も、ペンションとか借りてやってたような気がします、ね。すごい大人だね。いや高校生の時だった、それ。ごめん、中学生は借りれんから多分。そうだよね、うん、そうそう、高校生の時に多分あの先生のが借りてくれて、先生が夜なんか優しくて早く寝てくれるっていう。あとは若い者同士でみたいな。なんかおかしい なんかお前たちあるんだろな、先生は見て見ぬおりしような。あれ視力がいきなり落ちちゃったみたいな。そう、視力が落ちちゃったみたいな。もう優しい先生でしょうね。へー、うん、いいね。いや、うちの娘もこのクラス会をどうまとめるかって言って、はい、ボーリング場を、ね、あの、うん、団体で借りる、ね、なんか手配したりとか、うん、近くの焼肉屋さんはとか。いい、ね、青春じゃん。青春だよね。でもさ、うん、すごいな、高校生だなと思うのが、うんうん、あれですよ、ボーリング場から焼肉屋まで歩いて移動っていう。ね、なんかじゃあもう大体あそこら辺に行った方が一番、塚山店の、ユニの塚山店の近くぐらいの方がいいですね。正解です。でしょ、正解です。あちらにやったら歩いて。もうやだ、全部なんかやだ、怖い。しんちゃん、だってそうさ、もうじゃあ航空的にまあいろいろね。そうそう、じゃあ、であっちまでどんなしていくとかっていう変なのとか、斜めに向かってんのとかもいるのかな。私はもうみんなでじゃあもう、うん、タクシー手配して何台かで一気にみんなで移動したらって言ったわけ、うんうん、そしたら、いや歩くのも楽しいのよ、ね、青春でしょっていうのを言ってて、すごいな、 JK はね10分ぐらい簡単に歩けるっていう。いや本当だですよ。下手したら楽しすぎて通り過ぎてから1日場所ぐらいも行ってるわけよ。まあお前1日場所にもう3分で行く1日場所。1日橋みたいな。もうデージ早いね、あそこら辺ですね、うん、本当になんかね、そういう人たち、ちょっとなんかあの背伸びしたファッションみたいな感じでみんなでね、なんか、はいはい、いやいやこれでボーリングするかみたいな。もうちょっとあれでいいんじゃないみたいなね、ラフでいいんじゃないみたいな、いいなと思って。わかる。ちょっとしたさ、うん、打ち上げっていうのをさ、うん、少し前まで私たちはできてたさ、できてたさ、どうした？でもコロナを経て、うん、得てなんかできなくなったでしょ、うん、なんか集まらない楽さを覚えてしまった風習だよね。そうなんですよ。リモート飲み会なんか今やったらどうなるの？参加するかな、するかな、するのか。え、なんか やってみる、じゃあ下は絶対あの下半身はスポンポンっていう状況で、なんか一つ泥物取る時でも横移動、そうそうそう、ちょっとトイレ行ってこうねとかってこう。でもなんか乗って盛り上がってきた時にパッと立ってしたら、十字路十字路、お前右斜め十字路なってるよ。三叉路なってる。いやいや、分かんない、あれね、なんか暑いわ。何か一つなんか重しみたいな、なんか罰ゲームみたいなのがあったりしたらね。ゆかりさん、上はあの仕事でなんかこうやるけど、すごい仮しはバッチリだの、下は寝巻きみたいなのがあったけど、昔ちょっとね言われてましたよね、言われてよね、コロナ禍の時ね。あ、ちょっと待ちくださいって、チラって子供が泣いたからって立ってしたら、下はねすごいなんかジャージみたいな。刺し木中とか言ってる。いや大人になってまだ来てれば。見て、あげな中みたいな。分かるでしょ、あんな感じになったら。でもほら、年度末ももう終わるさ、来週で。分かるな。だから、うん、ちょっとしたこうちゃんとお疲れさん会やりたいな。ボーリングから行く、私たちも行こうか。ボーリング娘。おう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 って投げ最初の。じゃあまた下り坂48ですけど。もうずっと下り坂もね、もうあと人生折り返してきてるからね。もう登ったからさ、もうあともう今日絶好調っすね。先輩なんかいろいろ大変なことあるわけよ、ミーカ。もうここが発散ですよ。最高です、はいはい、ここが発散ですよって。ボーリング行こう、ボーリング行こう、ね、ボーリング行って下り坂48で歩くのも哀愁だでよ。10分のところ私たち20分くらいかかるかもしれないね。から、そうそうそう、はい、ボーリングなどに疲れたから帰らんかみたいな。ユニオンで買い物しようか、ここでいいんじゃないかもって。
はい、ということで、はい、それでは今週も下回ってないさ、俺待ってないな、それでは今週もお付き合いいただきましょう、はい、ナンバーはこの放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、おいしくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りします。ナンブアワーラジオ沖縄がお送りしています。はいよ。さあそれでは、うん、最初のコーナー行く前に、はい、ここでお知らせです、うん、しんちゃん来週日曜日で3月31日最終なんですよ。そっか、331号線ね、関係ある、関係分からんけどなかった331って言ってたからそれしか思い出さないなと思って。びっくりした今。そうそうそう、またこっから違う話になってか、私告知できないのかなって。できない、いや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 、大丈夫ですか、ちょっとお世話していいですか、与那原署の前からみたいなね。いいですか、そこ三サロですよね。三サロ、三サロ。ここは三サロ、あ、違う違う、あれ住所。すいません、すいません、はい、お知らせでございます、はい、お知らせしましょう、はい、まちゃんとしたの言わないとおかしくなっていくから。そうですよ、はい、基本があって応用がある、はい、ちゃんと私まとめて進めていきましょうね、はい、お願いします、はい、来週日曜日は3月31日ということで、はい、最終週になってますね、うん、月の最後の日曜日は前里の美味しいレシピを皆さんから募集しています、はい、前里の商品といえばこんにゃく、豆腐、もやしなどいろいろありますけれども、うんうん、まあ、それを使って手軽に自宅で皆さんがよく作ってるよっていうレシピを、まあ、簡単簡単に材料と手順をまとめていただいて、それを送ってください、はい、うん、はいはい、私もね紹介したりする月もあるんですけれども、はい、皆さんからたくさんね前里の商品使ったレシピをねいつも募集しておりますので、そうなんですよね、はい、ぜひぜひ前里レシピ宛てに送ってください、はい、メールのアドレスは南部アットマーク rokinawa.co.jp、うん、nanbu 南部アットマーク rokinawa.co.jp、 こちらでお待ちしております。はい、さあそれでは最初のコーナー行きましょう、うん、給食係です。皆さんからですね美味しい食べ物の話、おすすめの食材、お店のご紹介などなどお待ちしております。はいはい、待ち便どう、しんちゃん私まず最初にですよ、はい、どうぞ。お手紙いただいてて、そう、先日ねカフェに、うん、あのお客様が来ていただいて、うん、あのラジオよく聞いてくれてると。あ、はい、じゃあちょっとじゃあ BGM もダラダラララなんとかのラブソング、先日はミーカフェココチに行って楽しい時間をありがとうございました、大変美味しくいただきました。もう分からなくなってきた、分からなくなってきた。あの F1 になったあたたたたたた、あれの2番が分からんみたいな、ラジオ体操の3番から踊りきれないみたいな。呼んでいいですか。あ、呼んで、あ、お、終わりかなと思った。違う、終わりじゃない、じゃあもっと違う曲でもいい、違う、いい、沖縄の野菜の話や、うん、ロンドン橋落ちたって思って、信州の野菜のこととか、うん、キャンプのこととか宮田龍太郎さんの話をしていろいろ盛り上がったんですよ。そうなんですよ、ね、すごい、うん、龍太郎ね、でそれでその時に信州ではこの、長野ね、うん、長野のね、うん、お野菜の話とか、うん、あとはその雪中野菜、雪中、雪なかった、雪の中の野菜、雪中野菜の話をちょっとしたんですよね。すごいね、うん、それであの DVD をこうちょっと録画したものをですね、送ってくださったんです。じゃあもしかしたら季節によってはミーカフェ心地で出るかもしれない、見てみたいですねこれね。でそれでラジオ T サージとか Go to Me Too には何度かメールをさせてもらってたんですが、南部アワーには初めてです。いや、ありがたいです、ゆうちえさや、またぜひあのメッセージお待ちしております、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちゃんといただいたものね、後でゆっくりミーカー見るそうですので、はい、見させてください、はい、お願いします、はい、さ、それではしんちゃんトップバッターのメッセージお紹介お願いします。いいよ、こちら、うまごんさん来てます、どうも、はい、ありがとうございます。福岡からね、ありがたいね、しんちゃんミーカーこんにちは、こんにちは。福岡空港の地下鉄を出て搭乗口までの直通エレベーターが怖い馬ゴンです、うん、あ、わかる、結構鋭角で上までグーって行くよね。あ、俺は覚えてる、ここから3階まで行く、なんかわかるわかる、あ、でも羽田もそうだよね、そうそうそう、羽田のね1階からこう怖いよ、あれ1階後ろにこんなして一生進まないっていう、真ん中でやったら大道芸になるかな。危ないでしょ、あ、怒られるな、そんな怒られます、捕まるな、はい、やめてください。3階まで上がるやつが1階こう曲がっていったらね、富士急重力で落ちるでしょ、富士急ハイランドみたいな。なんで。でもわかる、私もちょっとなんかあの乗るとき緊張し
しますよね。何か落としてしまったとか怖いなだったら、はい、まあ、ごめんなさい話変えましょうね、はい。今回は昼はランチ夜は居酒屋の海地で豆腐チャンプル定食をしとめました。海の味と書いて海地、オーダーしてしばらくすると豆腐チャンプル定食がやってきました。やはり豆腐チャンプル定食なんでしょうか。ふるさとに連れて行ってくれるような安心感がします。豆腐チャンプル定食750円、大変美味しいございました。そんな海地の場所は名護市久志にありますよ。座長糸満のカフェおかみ、好きな定食はありますかということで、まあ、あれ定食っていうのはご飯とそのなんかスープみたいのつけばもう定食っていうことなのかな、うんうん、メインのこの炒め物とかね、うん、チャンプルーとあと私でもさ大体いつもあれ頼んでました、はいはい、何ですか。ナス味噌とか美味しいな、ナーベーラーとかヘチマとかも時期あると最高だな、もう本当に、うん、ヘチマ味噌が好き、わかります。あの白味噌の場合のお店もあるけど、はい、赤味噌っていうかね、赤味噌のやつね、それもそれで味噌、うん、ああうわやばいな、美味しいな、食べたくなるね、うん、あのそう収録してる時間帯もちょうど昼時なんですよ。そうなんです、あのなんかもうスツーカンとヘチマとかああいうのでもいい、なんかあ分かります、うまいね、うまいね、はい。さあそれではこちら行きましょう、マギちゃんさんです。みかねねしんちゃんこんにちは、うん、あれから京都から大阪へ電車で移動して、大阪には井端監督率いる侍ジャパンの強化試合、侍ジャパン VS 欧州代表戦観戦に京セラドーム大阪に行きました。いいな。そこで味わったものは京セラドーム名物、うん、いてまえドッグ、お値段900円です。はい、そもそもいてまえとは大阪弁でやってしまえという意味ですね。いてまえ打線とか言ってたもんな、はい、うん、これがまた長さ30センチを超えるビッグサイズのホットドッグなんです。嘘でしょ。糸満でいう鹿間参道みたいなもんかな。秋さみよ、ほんとだ、でっか。これ上に Z とか書いたらバットになるよ。Z あバットインウマン系みたいな。なほんとだね、バットだぜとガッツだぜみたいな。これでもしんちゃんこれパクられるよ絶対。 Z ってどっかに入れられそうじゃない。パンに焼きみたいな。パン焼きで Z って、 Z それも4文字で ZETT まで入れてくる。一文字の Z じゃない。すごいな、うん、で、ビッグサイズのホットドッグです。味付けされていない状態で出るんですね、うん、あれか映画館システムですね。ソースはケチャップ、サルサソース、マスタード、チーズソースなど屋台に置いてあるので自己流アレンジできます。美味しくできるかどうかはアレンジ次第ね。この屋台では作り置きは一切しない。オーダーを受けてからウインナーとパンを焼くので待たされるけど焼きたてのホットドッグがいただけます。オリックスファンだけじゃなく他球団のファンからも愛されてる一品ですよということで、はい、いてまえドッグすごいね。やっぱでもこれやっぱ野球のバットとかをイメージしたりとか、でも 2,3 名で行ってたら全然いいよね。あやばい、野球のバットだ。そうそうそう、うん、やっぱりそうですよね。そうだよね。あそのあのあれがあ違うか、そうは言ってないけど、でもでも箱もちゃんとこうやって大きいサイズの箱であるんですよ。中がでちっちゃかったらまた逆にへんってなるけどな。こう箱が大きくて、ね、箱がそうそう1メーターぐらいの中が30センチみたいな。面白い、面白い、ね、素晴らしい。はい、あの糸満のあの道の駅の鹿間サンド、あれも最初すごいなと、ね、うん、最高ですよ。あれもね、あれね味が違うんですよ。そう中が違うね、ちょっとずつちょっとずつ、ね、そうなんですよ、はい、はい。じゃあ行きましょう。友文さんから来ました、はい、ありがとうございます。おかわりしましょうねっていうコーナー作ってますね。おかわり15回目はスバ、6回目と69杯目に紹介しているそばどころ脇川屋です、うん、13時ちょい前に来店するとご飯売り切れでそばしかないとのこと。早期そば700円をチョイス、卵焼き、煮かま、三早期、ネギ少々でした。本早期ではなく軟骨早期でした。5年前に紹介した時も同じでした。程よい歯ごたえの軟骨に相変わらず味食うたなスープがたまらない、これでご飯も食べたいところです。ごちそうさまでした。最高。あ、過去のメールで調べて判明したけど、スバ68杯目で箸上げは手前で取るのがプロ、麺についているネギも取ってくださいと美香さんから指示があったようですが5年経っても成長されてないみたいです。だってすぐ食べたいし箸上げの写真他のお客さんに見られたらなんかアホだからさ。今回の箸上げに至ってはまさかのど真ん中でした。これからも箸上げは温かい目で許してね。そばどころ脇川の場所は沖縄市千葉な 4-15-36 ということでね、ここはもう有名ですからね、三市の近くということであります、うん、はい、はい、やっぱちょっと値段も少し改定されたりとかね。それでもナーベラ炒め700円って素敵ですよね、うん、安いと思います、すごいわ、うん、はー美味しそう、はい、
美味しそう。ポーク卵定食いいですね。そばもついて。ポーク卵定食にはそば、うん、結構大きない、大きくないですか。大きいね、うん、でそのそばにも卵が乗ってるっていう。乗ってる本当だ本当だ。そば箸揚げの写真がないな。今回はって言ってなかった。あるあるよ。あ、揚げてるけど許してねってことですよね。あ、そういうことか。あ、確かに、はい、あーはー、なるほど。これちょっとこれ多分ね20点ぐらいですね。20点ぐらいですね。まあまあいいですよ、いいですよ、はい、多めに見てね、多めに見てねって、はい、20点です。これをラジオで見せたら俺たちもね、記事と何のどうでもいいよ。箸上げの技術とかね、撮影するときしか使わんからね。そうそう、それを見たときに別に上げていこうぐらいでしか使わないんですか、うん、はい、じゃあ続いてこちらチェルボーさんいただきました。はい、よ、はい、さいしんちゃんさん、みーかさん、チェルボーでございます。どうも。給食係でお願いいたします。うん、今日紹介するのは浦添市アハチャにある、うん、これなんて言うんだろう、ことぶきに恵まれるで、うん、あ、すえみ、すえみで、やっぱすえみなんだ、うん、僕行ったこと、もうこの前も行きましたよ。お母さんが一人で頑張ってます。お母さんの名前がすえみかな、うん、違います、稲峰さんで違いますって言ってるけど、セミさんじゃなかった。俺聞いたことぶきの恵みの味でセミじゃなかった。だったらセミって名前ですごい味って名前なのさ。うん、ああ、ああ、じゃあ本当なんかいい連を並べたって言って、うん、あ、恵まれる味、ことぶきの恵まれる、そうそう、ああなるほどね、それでセミね、うん、だそうです。読み方がわからないって書いてるけど、ここでモアイに参加したこともありました、昔20年前くらい。うん、夜なんか居酒屋っぽくやってたりするの？そうそう、あの地域の人がやってて、今はどうか分からんけどね、この近くに住んでたんですよ。うーん、ユニフォン仲間店の、うん、今の隣の隣ぐらいに住んでて、うーん、出会った人とソフトボールとかやってて地域交流してて、うんうん、行こうって言ったらここでモアイ入れって言ったけど、うん、いやっつって参加だけしてた。うん、はい、懐かしい。あの辺に住んでたんですね、しんちゃん。仲間に住んでました前ね、うん、浦添中の近くに、はい、うん、じゃあ末見です。某うちらんのランキングで、うん、高安そばがランキング1位で、友達と行こうって言っていたら、うん、やばい行列になったんですね。いや、もうすごいよ、うん、それで浦添をさまよっていたり、うん、見つけたのがこのお店です。で食べたのが僕が中身汁、友達がソーキそばです。そしたらさ、来てびっくりしました。量が本当に多い、ソーキが5つも入ってて、友達は紙鑑定してました。あ、写真忘れたけどさ、芸能人やヤクルトの選手のサインもたくさんありましたよ。なんかね、ひっそりとした佇まいですが、実は名店という感じがしました。安静、またメールしますということでいただいてますね、うん、ありがとうございます。このさ、中身汁とか普段からあるっていうのがすごいと思うわ。中身汁ってとっても手間暇かかるんですよ。でしょ、うん、あれ小麦粉かなんかで中身のあれを綿洗ったりするでしょ、うん、そう、だからちょっとハンドコだから お母さん一人でやってるんだよね。そう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 、昔旦那さんも いらっしゃったんですけどね、今も一人で、はいはい、はい、ありがとうございます。もう時間になっちゃいました、しんちゃん。じゃあまたちょっと続いて、うん、この後のメールはまた来週以降ご紹介したいなと思います、うん、まあ、言ってるだけで紹介しないと思いますけどね紹介してるよ、ちゃんてるか。じゃあ後ろ待ってるんだ。そうなんですよ、ずっとストックの皆さん、旦那すまねえ、5億人待ちだよみたいな感じ、あんな感じ5億人なんか8億人待ってるっていう CM とか待ってる、まあ、とりあえず来週以降また改めて地球に優しくね、はい、行きましょう、はい、はい、ぜひ楽しみにしててください。いいよ。以上、給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーです。沖縄製粉プレゼンツ、全島モアイの窓。沖縄の伝統的風習モアイは、地域、友達、職場と様々な仲間との親睦を深める場として親しまれています。全島モアイの窓では、そんな皆さんのモアイ風景を紹介してまいりましょう。いいよと言うんですけど、いつも、うん、あの今週はちょっとメッセージが来ておりません、うん、はい、まあ年度末ということもあるかな。確かにな、もう早めにやっちゃった人もいるかもしれんし、うん、俺今年入ってモアイ参加できてなくて。あら、ミカ最高はどれくらい参加できない？あ、別にモアイの話していいの？別に、はいはい、もちろんですよ、私たちのモアイの話。あのだからなんかあまりにもいかんかったら、なんだろうな、あの、あ、でも私も本当半年くらい参加できなかった時もあります、うん、あるよね、はい、うん、まあ、しょうがない仕事だったりとか、うんうん、家族の都合だったりとか、うんうん、ね、まあ、いろいろと混み合ってたりするといけなかったりしますけど、そうね、うん、うん、まあ、でもさ、この間私はあれでした、幹事の時に、うん、私が幹事の時に、うん、エイトマンで同級生の萌えがあって、はいはいはい、でも家族でみんなでご飯食べに行こうっていう予定も立ててたんですよ。バッティングセンターだったんだ。そうなんですよ、うんうん、だから、下の焼肉屋で家族はご飯食べて、上の焼肉居酒屋でモアイを同時進行でやるっていうこと言っても、あの店ですねあの店ですね、あの店で、もうお前は一石二鳥か、は
すいません、うん、いやいでもいいよな忙しいね、はい、じゃああなたが店員さんみたいにじゃちょっと、まあ、呼ばれてるんで売れっ子スナックの女子みたいな感じそうそうそうちょっとごめんあのテーブルから呼ばれてるみたいな感じそうそうそうです、うん、これですなんか飲み物の上になんかコースターが置いてちょ置いててくださいあそういう風にやるの知らないけど行ったことあるないやない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 こんな感じでね腐れないよ腐れない腐れない腐れないじゃないけど口つけないでねみたいな感じあそうなんだ分からないけど今時そんなじゃないと思うけど、だから上と下で同時最高の店やし同時開催でした同時開催いい言い方だなセカンドオピニオン無やな二段階右折本当な、うん、最高じゃあ半分いないけどトイレ行ってこうねっつったら家庭のところでもほら、うん、あっちも私下でね開催してる、ね、同級生も分かるから終わったらもう家族は帰り私はそのまま上に上がり同級生とあそう二次会を楽しんだとさ三つをみたいな楽しんだんだな二階に上がったんだなミカああそうなんでもいいさあの店で、はい、一度お会いしたとこですよねそうです、ね、驚いたとこですよねそうですそうです、はい、分かりましたお互いごちそうさまでしたって言い合った場所ですよねごちそうさまでしたどっちが払うか勝負ごちそうですごちそうよごちそうよいや先に払うっても言えばいいのにとかもこれを聞いてる店員がもうどうしていいかからで誰が払う言ったわみたいな譲り合いじゃなくて攻め合いありがとうございますありましたねありました懐かしいね、はい、さあそれではあ、まあ、こんな感じで皆さんのモアイの話を、うんまあ、教えてください、はい、面白話ももちろん大歓迎ですしこんなメンバーで結成されてるモアイですよとか、うん、モアイ進化で旅に行った思い出話とかそれごめん豚バラ今みたいに、うん、ミカみたいに一石三鳥にした人とか話があった、ね、実は何かがぶつかってみたいな徒歩1分のところの何とかにバイトしながらモアイにも参加しましたが、休憩時間にモアイ行ってみたいなもしかしたらいるかもよいやだからこれもしかしたら新しいパターンじゃないモサ何かをしながら家族の食事会も楽しみながら楽しみながらモアイもやるでタイミーで1時間バイトしながらねえねえ ね、その中の休憩時間でモアイちょっと出してごめんねって言いながら店員さんとして後で来るさ店員さんとして いるかもモアイに参加してるさ確かにな大きい居酒屋だったらなん例えば何とかの間みたいで家族食べてて、うんはいはい、何とかの間みたいのでは、うん、同級生がモアイやってて、で自分タイミーごめん1時間だけあのたったりお茶出したりしていい最高だなな家族と失礼しますよ、ね、なんかちょっとが食べた天ぷらだけみたいなすごいもしかしたらありかもしれない、ね、あるかもしれないあるかもしれないモサだよな皆さんのぜひモアイの話教えてください、採用された方には沖縄製粉さんから、うん、ウコにとことんしじみ800個分10本入りをプレゼントしたいと思いますのでお名前住所電話番号など連絡先を書いてぜひ送ってきてください。宛先は南部アットマーク rokina.co.jp でお待ちしています。以上沖縄製粉プレゼンツ全島モアイの窓のコーナーでした。さあそれでは1曲お届けしましょう。渡辺徹さんで愛の中へ。今喋ってますユニオンですから。このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りします。はいよ。フレッシュプラザユニオンの面白い情報を何でもご紹介するこのコーナー、うん、さあ今週もこの方登場です。どうぞ。はい今空いてますでおなじみの国場十次郎です。よろしくお願いします。もう元気元気、今週も元気いっぱいでございます。滑舌バッチリでございます、はい、よろしくお願いします、はい、よメッセージが届いてなんか今日ね2つちょっと短めに紹介していきましょう、はい、まずは息子はまゆいのちさんからいただいてます。みかしんちゃん十次郎さんゆうきりみなミディ製薬息子はまゆいのちです、うん、ユニオンですからでお願いします。しんちゃんみーか十次郎さん先週メール送るの忘れてました。なんと、うん、キングさんとユニオンのコラボ T シャツが当選したんですよ。あおめでとうございます、ね、すごい幸運だよね。いやめちゃくちゃすごいと思います。応募がものすごかったんだよ、ねね、で先週たまたまその話をしたんですよ ね、うん、ありがとうございました。奥さんも気に入ってあよかった白の T シャツを今度買う予定で す、はい、ということで。じゃあ黒が当たったんです ね、 そうですね。はいおめでとうございま す、 おめでとうございます。ぜひお願いします。でこちらタマティロさんいただきました。タマティロさんね、はい今喋ってますユニオンですからへ。ミーカーさんしんちゃんさんこんにちは。そして
T 次郎さん、はじめまして。さっきなんかオープニングで言ってもサンサロとサンサロ T 次郎さんも出てきました。 T 次郎さんも出てきました。ゴサロとかあるね、無角座交差点さんみたいな。はじめまして、ユニオンは塚山店をよく利用させていただいてます。たまってろです。一緒一緒、はい、今現金で支払いをしてるんですが、はい、ユニカードなるもので支払いできるんですよね、うん、あ、はい、それでユニカードを作りたいなって思ってるんですけど、はい、どんなしたら作れるんですか。あ、なるほど。何の取り柄もない僕でも作れるんですか。いやいちいちな、ちょっとあの国家公務員の試験受けてもらってからお店行ったらいつもお客さんがいっぱいで、はい、店員さんも忙しそうだからなかなかそこを聞けなくて、なるほど、サンサローさん、うん、お作りください。もう十字路からサンサローから T 字路からもう今日なんか予言してたかのようなね。すごいな、うん、僕なんかいろんな人格がある人みたいな。そうそう、人格あるね。十字路です。ロータリーさんとかな、ラウンドアバウトさんどうですかユニカードの作り方。 ありがとうございます。これ実は、うん、あの僕の SNS でも来てたりするんですよ、これから、はいはい、うん、あの店員さんが忙しいそうで声かけづらいっていう、うん、いや、ぜひぜひ声かけてください。嬉しがるんでみんな、うん、あのユニカード作りたいんですけどって言ったら、うん、あの専用 の紙に、ね、紙に書いてすぐ作れます、うん、もうその日でもうすぐ作れます。すぐ作れて名前と住所があればね、ない人いないでしょ。ない人いないです。もう名前と住所と普通、ね、簡単に本当に作れますんで、うん、でもしですよ、ユニカードお作りになられるのであれば、うん、ユニオンアプリの方も、うん、その場でもうすぐ登録してしまった方がいいです。そうね、ん、もう本当に限定クーポン、うん、まあ、今日当日ですと1円クーポンが、うん、シーチキンが1円で買えますから、うん、はいはい、そういうことね。ぜひぜひ、うんうん、そうだからその1円クーポンとかも、うんうん、こう私たち先週話してたからさ、はいはいはい、改めて、はい、ほらこういう何アプリもあるんだってもしかしたら知らないという人も多いでしょうね、うん、そうですよ、本当に使ってほしいですよ。そう、ね、うん、そう情報も流れてくるし、自分がよく使う店舗のだけでまた違うのをやってたりとかもするしね、各店舗のこの特色もあるからね、はい、あ、もう声かけづらいんですね、うん、もうどうしましょうか、ね、従業員の後ろにユニカードで声かけると笑顔をプレゼントします。振り向きます、うん、そうそう、書いていた方がいいですから、ターンで振り向きます。ユニカードのユニの部分でもう振り返ります。チャチャンチャチャン、すいませんユニって言ったら、はい、もうすぐ顔出して、はいはい、こっちに名前と住所書いてみたいな。この並んでる人から一度そのね、レジの方も逃げられるという特典がありますでそしたら俺の、ね、レジがデージになってるじゃないか。もうみんなもう気兼ねなく、うん、あの本当気軽に、はい、あれですよね、店員さんに声かけてもらって、そうそうです、もう声かけて もらいたいです。そう、作っていただいた方がありがたいですしね、本当にありがたいです、ね、お得にもなりますしね、どっちも嬉しいっていうのがいいんじゃない、うん、そうです、どっちもお得でどっちも嬉しいさ。そうそう、だって、はい、崎山和夫は書かずウィンウィンって感じでしょどっちも嬉しいんでしょ、ウィンウィンです、はい、本当に。で、あのもう僕からしたら、あ、いいですか、お二人お話ししてもう見つめ合ってラブラブな関係かもしれないですけどあの僕からしたら、はい、話しかけてもらったらあの一旦手止めてお客さんとお話できるんで、いいコミュニケーションにもなるんですよ、ね、うん、なのでユニカード作りたいです、うん、ぜひ声かけしてほしいです、はい、なんかそしたらファンが増えるっていう感じだもんね、ファンクラブに入ってもらってるみたいな感覚だもんね、あの感動を共有したいんですよ、うん、本当にこんな限定クーポン使ったらこんなに安くお買い物できるのっていうのに、ぜひじゃあ、はい、お気軽に声かけて、はい、声かけてください、塚山店のスタッフの方にねぜひ声かけてくださいそう、よく行くからね、よく行きますからね、もしかしたら俺がいたら俺に声かけか俺がまた声かけに行くから20で20で松田さんありがとうございました、はいはい、さあどうでしょうかね、今日はステッカーは、はい、あ、そうですね、もうぜひユニカード作れなかったこの残念な、うん、あの気持ちをステッカープレゼントで吹き飛ばしてほしいです、うん、じゃあ玉城さんにステッカーをプレゼントしたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、うん、ちょっと今日はジュジローからお知らせがありますね、え、何でしたっけ、なんかあれさ、新しい、ああ通りの、あ、危ない、危ないよ、忘れてたら今日帰ったらもう名号さされる、そうそうそう、飛んでから名号スーパー名号さん、ジャンピング名号さん、ジャンピング名号さん2階から、いや、しんちゃん、みーかさん、天馬店の2階から、実は明日です、うん、あの食生活ラブラブロピア国際通り店がついにオープンします。これもう本当なみんなの噂ですごかったもんね、国際通りにユニオンがとかと新聞のなんかな、ええー、と思ったんだけど、話題になってましたもんね、そしたらまたロピアさんっていう、うん、そうです、うん、もうこのロピアさん、うん、我々のだけ紹介とですね、うん、あのフレッシュプラザユニオン、はい、もうこのモットーが、うんうん、
もう似ててですね、はいはい、楽しく、うん、要は同じ商品なら安く、同じ価格ならよりいいもの、うん、で楽しく感動できる、愛に満ち愛されるお店に共感してですね、うん、私たちフレッシュプラザユニオンはぜひぜひフランチャイズ契約をさせてくださいということで、うん、今回こういった形で沖縄発でね、沖縄発です。すごいね、国際通りでど真ん中のね、うん、でこのオープンに向けて25日から27日、うん、この3日間ですね、オープンを記念して3日間オープニングキャンペーンを実施します。いや、はい、そう、このロピア店頭入り口にて、うん、ロゴ入りのマイバスケット、またはロピアオリジナルの保冷バッグをお買い上げのお客様に、はい、後日ロピア国際通り店でお買い物にお使いいただける商品券をプレゼントいたします。まあ、限定数量あるんですが、うん、こちらをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、でまたですよ、ロピア公式アプリロピタをダウンロードし、ロピア国際通り店ですね、はい、毎店舗登録していただいたお客様にはルーレットを回して素敵な景品が抽選で当たるアプリ登録キャンペーンも同時に実施します。これはオープニングからのこの3日間のイベントの中で開催されるわけね。で、はい、で私も店頭の方で皆様を お出迎えいたします。あ、マジですか、すごい。その時だけはユニオンとは違う顔してると思います。だよな、はい、いつものユニオンの顔はどんな顔なんですか。もうあれですよ、もうニコニコニコですラジオラジオ、これ今ちんちゃんみかさん、これ伝えてください。あ、こんな顔します。こんな顔、こんな顔、どうなのかな。もうロピアさんの時には目がね、本当に笑ってるからもうちょっと真剣、真剣、もう緊張もするしな。緊張します。私たちもやっぱ初めての試みもありますんで、うん、でもお客様にやっぱ買い物して、うん、感動体験をしていただきたいので、はい、ぜひぜひ明日、ロピア国際通り店にお越しいただきたいと思います。だってマスコミもいっぱいだと思うしさ、はい、お客さんもいっぱいだと思うしさ、もう YouTuber とかいろんな人来るでしょうね。コスパ最強ですね。ロピアさんってさ、そうそう、コスパ最強スーパーでしょ、うん、でしかもなんかほら自分で商品開発とかしちゃうじゃない、うん、そう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 。この辺もだからユニオンさんのこうなんかエンターテインメント的なこのね、こう気持ちというか、マッチしてるんだよね。この辺目線とか似てますよね、とってもね。多分共感する部分がいっぱいあったんでしょうね。なんでね、そうなったんだよね、はい、だからこれちょっとまた新しくね、人の波が変わるんじゃないかと、ね、はい、ぜひ皆さんにね、よろしくお願いします、はい、ぜひですね、この、うん、ロピアがオープンということですので、はいはい、この3日間また皆さん楽しんでいてほしいなと思います、はい、お知らせは以上ですか。以上です。あ、じゃあ明日緊張している十字路の写真とかも撮っていただく。明日本当に私緊張してます、うん、明日のオープニングで今日は僕は言い間違いないか緊張してますっていろいろ言ってたので、ね、もしかしたらもうこういうのなかなか見れないかもしれんけど、はい、でもそれぐらいね、メリハリがあっていいですよね。はいはい、じゃあ最後に一言お願いします、はい、フレッシュプラザユニオン、また食生活ラブラブロビア国際通り店、うん、沖縄県民に感動と楽しい空間時間を与えていきますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、楽しみでしょう。楽しみしかないですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。奥羽十二郎さんでした。さあ、このコーナー皆さんからのメッセージたくさんお待ちしております、うん、メールの方は懸命に必ずユニオンと書いていただいて、メールのアドレスは南部アットマーク rokina.co.jp まで送ってください。いいよ、プレゼントとしてステッカーが当たったりもしますので、ランダムでね、はいはい、お名前、住所、電話番号なども書き忘れないでください。今喋ってますユニオンですから。このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りしました。さあ、それでは続いてこちらのコーナー行きましょう。刑事係です、はい、あなたの街のあれこれ、面白情報、イベントのお知らせ、面白看板見つけたなどなど紹介しております。しんちゃん、お知らせ何かありますか。はい、28日にアウトプットで夜7時半から便秘ズキッチンっていうのちょっとトークでゲストで出ます。で、なんか沖縄で飲もうって言ってたんだけどなかなか会えないんで、もうゲストで出て、
飲みながら喋れるって最高だなと思います、うん、まあ、以前も YouTube で十字路さんともなんかやったんですけど、はいはい、ね、うん、あと4月あれがありますよね、船置が。そうです、20日ですね、はい、池田卓くんのやつですね。ちょっとまたこれも早めにチケット押さえとかないと。そうですね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、さあそれではいただいたメッセージ紹介しましょう、うん、プルプルゼリーいちご味さんからいただきました。はい、未来の私のお友達の皆様こんにちは。この春から高校生になる娘、うん、いちごミルク15歳、制服を買いに行ったらトマブンの家だった。お母が笑わす、面白すぎる、もう爆笑しまくって帰ってきました。制服セット買った人全員にプレゼントもあったってばーということで、うん、はい、あのリスナーさんのトマブンさんね、有名だよね、はい、沖縄市のある中学校のところね。そう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 、うん、で、そうなのね。あの友達文具店の略でトモブンだよね。そうですそうです。そうだね、はい。あ、もう高校生になるんだね。早いな。そうか、それね、じゃあ行きましょう。ヘイしんちゃんみーかに皆さんお久しぶりのひーふーみーです。ごっくん、おー、ほいほい、ひーふーみーさんもね大活躍ですよね、うんうん、して今年15年ぶりに那覇マラソンに出る羽目になって、すげえ。この間からまず歩け歩けからと歩いてたら、うん、那覇市長田の白バラの通りにこんな恐ろしい看板があったから思わず送ります。怖っ、完成またやらせて、ここにゴミを置くと不幸が訪れますだと。もうこの看板自体不幸になってますよね。もう斜めになってからね、ちょっとなんか、うん、ちょっとなんかあのそうね、うん、あのクタクタってなってるね。不幸このこと自体お前が汚してるみたいな、うん、いやでもこのゴミの置き被害がいっぱいあるんでしょう ね、 なんかね、張り紙現金っていう張り紙がいっぱい貼られてるみたいな、ね、本末転倒みたいな。ポスターあるな、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 やーが張りすぎみたいなという感じですよね。はい、はい、じゃあ続いてこちら行きましょう。ペンネームフォレストオールさんいただきました。あれ以前もあの、はい、はい、うん、先週母と兄弟たちで台湾旅行に行ったわけさ。2度目だったけど楽しかったよ。してから最近流行りの台湾カステラをお土産にしたくて探したんだけどないわけ、うん、日本語の話せる店員に聞いても扱ってないっていうわけ、うん、でまあ諦めたわけさ。してから沖縄帰ってきて読谷村のオーワンシティに行ったらスーパーと薬局の間に出店があって台湾カステラそこで売ってたってば。うん、はい、台湾から持ってきてるのかって聞いてみたら裏添いで作ってるって。もう爆笑。あ、もうでもまあそうさね、うん、あ、お土産は話こっちだけでいいかね、あははということで、はい、うん、フォレストオールさんからいただきました。9分に行った時のあのほら千と千尋の神隠しのあの舞台だって言われたりとか、ね、うん、そうね、はい、すごいすごい雰囲気がいいよね。私も夜行ったんですよ。夜すごいらしいね。夜行ったんですよ私、うん、まだ行けてないんで、ね、めちゃめちゃこの提灯が、うん、なんかね色っぽいのよ。10分が飛ばすんだったっけ。そうそうそう、10分が飛ばします ね、 ね、あ、そうそうそう、あ、うん、で、あのここで初めて気づいたのが、うん、タララ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 、うん、ゴミ収集車の音が一緒だった。あ、似てるらしいよねやっぱ結構、うん、ゴミ収集車の音がタララ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 ラ聞いたことあるのと思ったら、ね、なんかゴミ収集してるわけ。ご飯食べたら袋出さんとってみたいな、動いてる人は日本人みたいな沖縄人。もうなんかみんな一緒か、ね、はい、まあでもいい ね、 ね、こうやって家族でみんなで台湾旅行いいなと思います。いいです、ね、はい、どうもありがとうございました。さあということで、うん、もうちょっと時間になってしまいました。またね、いい、皆さんからいただいた刑事係来週ご紹介させていただきましょう。以上、刑事係のコーナーでした。南部アワー、この放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、美味しくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りしました。お前髪伸びてきましたね。叩くとやっぱりね、あのさ、うん、こういう大事なね、あの、はい、スポンサー様の名前に読み上げの直前になんか面白いことボソッとやめてくれます。たまたま言っただけです。たまたまですか、はい、本当に、はい、はい、さあ南部アワー今日も採用された方の中から抽選で、うん、春戦一歩のペアランチ券のプレゼントがありますが、こちらは発送をもって発表に返させていただきます。はい、よろしくお願いします。ぜひ食べに行ったら感想とかもね書いて送ってください。そうですよね、あとユニオン各店でどうだったとかね、うん、この前何店利用しましたというね、うんうん、情報でもいいです。ステッカー当たりますので、はい、お待ちしております。いいよ、ナンバーはお相手は玉城ミーカーと、はい、そしてしんちゃんと十字路とほかまさんが見守っていただきました。ありがとうございました。また来週ね。また来週。せーの、オリジナルポッドキャスト、耳で聞くダイアナックを。
子育て応援マガジン太陽のエクボのラジオ、子育て真っ最中の私たちがさまざまな情報を発信しています。詳しくはラジオ沖縄のホームページポッドキャストをチェック。